この決起集会にアイドルグループ、乃木坂46の黒見明日香が出席した。特別防犯支援官の一員として活動する黒見は、昨年4月に成人年齢が18歳に引き下げられたことについて触れ、親の同意なしで様々な契約等ができるようになったこともあり、今後、若者が被害に遭う特殊詐欺も増えていくのではないかと危惧しています、とコメント。自身も昨年18歳新成人となったこともあり、若者が被害に遭う手口もあるため、自分が被害者になる可能性があるということを、若者にも伝えていきたいと思います、と、啓発活動への意欲を述べた。ストップオレオレ詐欺47、家族の絆作戦、SOS47 は2018年に芸能界の有志により結成。特殊詐欺被害を防止するため、知識や防止策を分かりやすく伝えるとともに、都道府県警と組んで広報啓発活動を行っている。今回の決起集会では、本年度に新たに制作した広報啓発用動画のお披露目や、杉による47都道府県警察本部訪問の報告が行われた。